ガムラン。ガムランは、東南アジアのインドネシアで行われている、大、中、小の様々なドラや、鍵盤打楽器による、合奏の民族音楽の総称である。講義では、インドネシア周辺のマレーシア、フィリピン南部スールー諸島などの地域の類似の音楽をも含める場合がある。欧米や日本などでは、ガムラン音楽、ガムランミュージックなどとも呼ばれる。 ガムランとは古代ジャワ語の叩く、打つ、掴む等の意味を持つ動詞ガムル、ギャーモルに由来する。元来はインドネシア、ジャワ島中部の伝統芸能であるカラウィタンで使われるサロ、サロンやゴン、ゴングなどの伝統楽器のことであった。また、他楽器以外にも古代史を漏洩する歌もガムランの重要な要素となっている。ガムランの歴史は非常に古く、 中央ジャワの発生域には活動が確認されている。ガムランは二極対立的なインドネシアの宇宙観を反映した音楽構造を持っている。例えば A のパートと B のパートを組み合わせると C という本来の旋律が浮かび上がる。このガムランの基本的な演奏技法コテカン、コテカンといい、ほぼ全ての楽器に及んでいる。は、こうした二原論的なインドネシア音楽の 基本構造を指して、コロトミー構造の音楽と名付け。ガムランは16もしくは32ビートで上記のように、タイになって演奏されるが、調律されていない2つの楽器の微妙なズレによって、生まれる音音、オタのーネリオンアマバックといい、ガムランの聴きどころとされている。近年は、ヒーリングミュージックとしても注目されているが、実際の演奏に伴う訓練は過酷なものである。 ジャワ島のガムランの打楽器に使われる素材は、聖銅が主であり、鉄製のものもあるが、聖銅製のものが最も音が美しいとされている。インドネシアでは、聖銅の原料となる鈴はほとんど産出されず、ほとんどがマレーシアから運ばれたものであり、かつての聖銅文化であるドンソン文化が、マレー半島を経由して、インドネシアに伝わったことを物語っている。現在では、 ジャワ島隣のバリ島のドラ、鍵盤打楽器の音楽もガムランと呼ばれるが、バリ島には金属打楽器の代わりに竹を使ったガムランも存在する。制動楽器は鍵盤打楽器、鉄筋のようなものとドラの二つのタイプに分かれる。さらに、鍵盤打楽器は鍵盤が木枠の上に釘と干渉材を用いて直接置かれるサロンと鍵盤の穴に紐を通し、 木枠の両端に、吊り橋状にぶら下げた、グンデルトに分かれる。サロンは重厚な響きが特徴で、それに対して、グンデルは重厚感はないものの長い残響を得ることが、できる。ドラは、楽曲の節目を示す、節目楽器であるゴンと、旋律、リズムを刻んだり、旋律装飾を行ったりするボナンに分かれる。竹製楽器の種類には、打ち付けたり、 吹いて、音を出す竹の閉館である、ブン,ブン、その発展型であるティンクリック、竹ごと、軍丹、竹の一言ごと、スリン、竹笛、西ジャワより広まったと言われる、ゆすってカラカラと音を出すアンクルなどがある。チューブジャワのガムランは、単に、ジャワガムランと呼ばれるもので、以下のような種類がある、ジャワ語の発音をカタカナで表しがたいため、楽器名のカタカナ表記には、揺れがある。 最も古い楽曲にモンガン、モンガーングがある。西部ジャワのガムランは、いわゆるスンダガムランと呼ばれるものである。ガムランド群、ジャイポンガン、ガムランサレンドロ、カチャピスリン、楽器の名前が、様式に転じた、トゥンバン、スンダなどがある。北西部ジャワのチルボンなどのガムランは、チルボンガムランと呼ばれる。バリ島のガムラン、いわゆるバリガムランには、以下のような種類がある。 その他には以下のような楽器がある。インドネシアでは伝統的なペロック音階とスレンドロ音階の2つの五音音階、1オクターブを分割した音階が演奏目的別に使い分けられる。バリでは前者がサイゴン、後者がサイグンデルワヤンと呼ばれる。バリ島のガムラン音楽はその時期によって古学、中世音楽、近代を音楽とに分けることができる。 マジャパヒト王国の崩壊に伴って、その貴族や僧が、バリ島への移住を始める16世紀以前から、バリ島にすでにあったと考えられている音楽。基本的に宗教的な性格を強く帯びており、儀式の際に奏でられる。音階の種類の多彩位さが、その特徴である。マジャパヒト王国の末裔によって、中部ジャワに開花した16世紀来の宮廷文化から、 20世紀のオランダ植民地支配が実効化するまでの期間の音楽。レゴンなどの舞踊や舞踏劇などの宮廷芸能と結びついた音楽でガムランガンブー、ブバロンガンなどがこれにあたる。20世紀以降の観光、娯楽と結びついた民衆音楽でゴンクビアール、ガムランアールジャ、ジェゴグなどがこれにあたる。コリン・マクフィーが第一人者である。 アメリカの作曲家ルー・ハリソンはこれらの楽器を調律し直して自分の作曲に用いており、インドネシアの伝統美とは一風変わったオリジナリティが漂う。他にも、ジョン・ケージ、スティーブ・ライヒ、ポーリーン・オリベロス、ダリー・ポランスキー、ジョディ・ダイアモンド、ウィリアム・コルビックのように、ガムラン・アンサンブルに刺激さて作曲するものも少なくない。アメリカのいくつかの大学では、 ガムランのサークルが大変に盛り上がりを見せており、大変高い水準を維持するサークルも見られる。インドネシアは、かつての宗主国だった経緯もあり、オランダ領東、インドを参照、ガムランの楽器が、オランダで使われる例も見られた。松平よりつねのオーケストラ作品、部学の初演の際、打楽器の種類は特に指定していない部分を、ブルーのマデルナが、ガムランの楽器を用いて、 アムステルダムで初演した。オランダ本国にもガムランのアンサンブルは存在する。ガムランの一部の作品に、合唱愛、イート二世のポリフォニーを生成する構造のものがあるが、これはオランダからもたらされた、西洋音楽の影と言われている。パウル・グ・タマスギジョ創立のワンジャーグ・ルッペ・ベルリン、ボンジャル・グラパ・ベルリンは有名な存在である。コンラート・デル・ロザリオが一時期在籍していた。 1889年のパリ万国博覧会でガムランが紹介され、クロード・ドビュッシーやモーリス・ラベルラ、近代フランスの作曲家に大きな影響を与えた。オリビエ・メシアンのトゥーラン・ガリラ公共局の第一楽章にはガムランと題された部分が登場する。阪急電鉄、宝塚歌劇団、阪急百貨店などの阪急東宝グループの創始者、小林十三。 いつおが、ジャワ島を訪問した際に、いくつかのガムランの楽器が寄贈された。しかし、その後その楽器はしまい込まれ、演奏は行われていない。これとは別に、東京芸術大学の学理科の教授であった、小泉文夫が、東洋音楽の研究等のために、一式購入して、アンサンブルを組織始めた。現在では、バリ、ジャワ、 澄んだのいずれのスタイルのガムランアンサンブルも組織されており、需要先進国といっても過言ではない。目下、大学での正式なカリキュラムで学べるように環境を整えていくことが課題となっている。中でも沖縄県立芸術大学では、東南アジア芸術研究の拠点としての役割を担う目的を伴って、バリ、ジャワ双方のアンサンブルがあり、いずれも 専門家庭としては組み込まれてはいないものの、精力的な活動を続けている。特に、バリガムランのアンサンブルは、日本における代表的なガムラン奏者の一人と、目される、梅田英春淳教授、音楽民族学、人類学の指導の下、意欲的な活動が行われている。さらに、東京音楽大学附属民族音楽研究所では、学生に限らず、広く、一般にも、 文庫を広げこの聖堂のシンフォニーを紹介している。1980から90年代の一時期現代、ガムランと称してガムラン畑ではない普通の作曲家に新作を移植することが盛んに行われていた時期があった、ジョン・ケージへの移植もこの類であった。が、インドネシア人の理解を超えているということで、近年はガムランの習熟度の小さな作曲家に移植をすることは、 なくなりつつある。ポピュラー音楽では、坂本隆一が、ガムランのサンプリング音や音階などを作品に、積極的に取り入れている。また、現代音楽のフィールドでも評価されるなど、世界的にも、評価の高い日本のプログレッシブロックバンドケンソが、スレンドロ音階とペログ音階の両方を用いた、ティンディベンター、アルバム、テントビ、重賞期単収録。 2002年を発表し、ニアフェスト2005など海外で演奏し、高い評価を受けている。AC ジャパンの地球温暖化啓発 CM 消える砂の像の BGM として、ガムランの楽器が素材として使用されるほか、放送音楽、ゲーム音楽などにおいても使われることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。